では書いていただきましたんですけども、はい、本日はどういったことでお越しいただきましたでしょうか。はい、私今結婚してるんですけれども、はい、夫と離婚を考えてまして、うん、でもう、一応別居の方はしてるんですが、なかなかこうずるずると、離婚っていうところにたどり着かなくって、はい、ちょっとどういうふうにしていったらいいのかなっていうふうに今思ってるところなんです。はい、離婚を考えられたのはどちらからですか。私の方からですね。はいはい、で田中さん、どういったことで離婚をいつ頃から考えられましたですか。結婚してから、大体3年ぐらい過ぎてからなんですけども、うん、はい、なんかやっぱりその私がやりたいこととか、まあ、進みたい方向に対して、まあ、ちょっと夫の方があんまりそれはノーだと。はい、いう形でやりたいことを、まあ、ちょっと認めてもらえなかったりとかっていうふうなことが重なったっていうこともがあります。はい、それが一番いくつかあるんですけど、それが一番大きな原因ですね。はい、そうですね、一つの原因で離婚するっていうのは解決しやすいんですね。うん、はい、で蓄積すると、うん、なかなか問題が解決しにくいので、はい、本来離婚されます。うん、大きい問題の方が解決しやすいです。はい、例えばですね、はい、お皿をパリッと真っ二つに割れば、うん、そうですね、糊とかでくっつけたらどうにかは修正できますよね。はい、でもちょっとずつちょっとずつトンカチで、うん、砂のように割っていくと、うん、もう修正は絶対できないですよね。はい、その状態なんですけれども、うん、離婚を考えるときにどう生きたいかを考えてみてください。はい、一番どう生きたいですか、これから。もう、はい、まあ、自分の足で自分の思ったことを貫いていきたいなっていうふうに考えてます。あ、心は決めてらっしゃるんですね。そうですね、はい、なんかそう、自分の心は決まってるんですけども、ちょっと状況がちょっとこう進みにくいなっていうのがありまして、はい、それはどこででしょうね。ね、そこが分かったらいいなと思って今日カウンセリングに来させてもらったんですが、進まない理由が自分で分からないんですかね。はい、そうですね、まあ、向こうもちょっと私に対して少しやっぱりずっと未練を持ってるようなので、そういう形で離婚の最終的な話をしようというのも、結局向こうがいつも都合が悪くなって延長になったりとか延期になったりとかっていうふうなことが結構続いてたりするんです。それはね、ご自身がはっきりと決断をつけてないからなんですね。でご自身がちゃんともう離婚します、きっぱりと相手に言いますっていう強い意思を出されたら、向こうもちゃんと話をされます。でご自身がどっかで迷ってらっしゃるんですね。うん、で、心というのは、うん、まあ、脳のことですよね。はい、で、有意識と無意識というのが分かれますけれども、うん、無意識の方が 95% ございます。はい、で自分では別れたいと思っているのは 5% で思ってるんですね。うん、でも 95% の方でどっか迷ってらっしゃるんですよね。うん、そこのところをご自身がはっきりと離婚を本当にしたいのか、うん、ご自身でもう一度考え直して、はい、見つめ直して、はい、はっきりとしたら成立します。はいはい、自分の考えがはっきりしたら向こうにも以心伝心して決まりますので、今ご自身が中で迷ってらっしゃいます。潜在意識、何が迷ってるかわからないんですけど、それは先生にお聞きすることは可能ですか。何でというより、うん、そうですね、やっぱりもう何年結婚生活されてますか。は5年ほどなんですが。5年ですね。はい、で、3年でなったっていうのは、うん、人間の物質の中に相手を好きという気持ちが血液に流れてるんですね。うん、それって3年で一旦なくなるんです。うん、はい、これはもう実証されてます。うん、で愛情ってありますよね。はい、で愛情で3年すると愛が取れていきます。うん、でも情が残ってしまいますよね。うん、で情がまだ
ご自身もあるんです、うん、あの相手の方が情が残ってる未練があるっておっしゃったんですけど、うん、それってご自身も持ちなんです、うん、だから そこのところをはっきりと本当に別れたいのか、うん、別れたくないのかをはっきり決めてください、うん、そしたら別れたかったら別れる話にはっきりいきます、まあ、離れて今暮らしてらっしゃるので若干居心地いい部分もあるかと思うんですね、うん、そこで迷ってらっしゃると思います。はい、はい、うん、先生は何か今見えたり感じたりすることってあるんですか、ね、田中さん自体が迷ってらっしゃる、うん、でそれにはっきり言って、うん、ご主人は振り回されてらっしゃいます、うんうん、で男性の方は未練という言い方されましたけれども、はい、これは離婚をされても男性の方はずっとお持ちなので、うん、それを考えなくても大丈夫です、うん、結婚してても離婚してもずっと男性はお持ちです、うん、で女性の方は本当に離婚したいと思ったら、はい、全くそういう気持ちがなくなります、うん、でも今まだお持ちなんです、うん、それは見えてます、うん、だから離婚に成立してない、うんうん、だから自分が 100% になったら、うん、すぐに離婚は成立します、うん、なるほど、なるほど、はい、どういう問題でもつい、うん、あの人がこうだからって言ってしまいますよね、うん、でも実際は自分がはっきり決めたら全部成立します。だから本当に離婚しますっていうのが 100% になれば言い方も変わりますし、うんうん、向こうも受け止められます、うん、あ、仕方ないな、こんだけ強い意志ならって、うんうん、それは伝わるっていうことですね。伝わります。向こうに、はい、何も言わなくても伝わりますか。伝わりますね。うん、例えば、変な言い方ですけど家が建ってます、うん、古い家でも人が住んでたらあったかい感じますよね、うんうん、でも新築の家でももし誰も入らなかったら、うん、なんか廃墟のように感じますよね、うんうん、はい、なぜでしょうかね。おかしいですよね。建物自体でも、建物でもそれだけ意思というものを出してるんですね、何でも。それなのに人間ですから、心を持ってる人間ですから強い意思を出せば全部伝わります。そこまで強い意思を出してないから伝わってない。で伝わるには自分をもっと考え直して、うんうん、はい、本当にそんだけ強く希望していることだろうかって、うん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 、やっぱりあの離婚をするっていうのは一生の問題になりますので、うんうん、それは言い悪いは別としてですね、はいはい、うん、本当にしたいのかをもう一度見つめ直してください、うん、はい、それで強い意志を出せば離婚はできるし、うん、その時に見つめ直して、あ、やっぱりしなくてもよかったかもって思えば、うん、そのまま続きます、はい。はい。まずは考え直してください。はい。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。大丈夫でしょうか。はい。また報告に来てください。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。